お、めっちゃボイス入ってる。ということで前回の続きから早速やっていこうかなと思います。錬心のアストラルやっていきましょう。ウェイ、バトってく感じじゃん。あ、もうこっからはガイドなしですって。もう全力で稲田さんをぶち倒しましょう。最後に術師スキルの発動とそれに必要な SP についてです。はい、 SP を貯めて術師スキルを発動。あ、あのさっきのあれかな、東京タワーぶっ飛ばしてきたやつかな、そんな感じかな。東京ビジョンは攻撃型、敵ユニットへのダメージ量に応じて SP が蓄積されますと。まあだから敵にアタックすればアタックするほど SP が貯まると。東京はいいね、ゴリゴリの攻め攻めだね。岩田ん、大たらぼっち強っ。 OK、 いけ、よし、稲田さんをぶっ倒した。か、勝っちゃった。まあそりゃな、結構もう向こう上から目線だったからな。この子、あー、もうとうとうね才能に気づいちゃったか。わ、私が負けた。やっぱ強いんだね稲田さんね。どうだ、お、驚いたか。自分が一番驚いてんじゃん、動揺しまくりやん龍之介。須田先輩の弟なのは本当みたいですね。須田先輩がやっぱトップ級に強いと。でもだからといって私はあなたを認めません。あなたに須田先輩の代わりは務まりません。そんなの言われなくても知ってるよ、兄さんの代わりなんて誰がやるもんか。龍之介はなんかちょっといじけてんな、走ってた。龍之介くん待って、しがみさん優しい。なんかやばそうな森だよ、金域の森って今書いてあったよ。これやばいとこ来ちゃったんじゃないの。なんだよあの女、ズケ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 、僕の何がわかるってんだ。誰がヒモロギカなんて入るもんか、さっさと家に帰って。あれ、来るときこんなとこ通ったっけ。絶対やばいってここ、やべえやつ出るって。くそ、なんで学校の敷地にこんな森があるんだ、完全に迷ったぞ。そこの人ん、もし暇なら手を貸してほしい。誰なんだろうね。は、どこだ。上、上、あ、出た。はじめまして、タイトル画面でめっちゃ可愛かった子。うわな、何やってんだ。不本意ながら木にぶら下がっている、できれば早く手を貸してほしい。ああ今下ろすよ。可愛い、その制服ヒモロギ科の転校生？有名なんだね。え、まあその予定だったけど。私は普通科1年八須賀和樹、助力に感謝する。かわいいね八須賀さん。僕はただぶら下が、ただの通りすがりだ。龍之介はぶら下がってないね。木になんかぶら下がって何やってたんだ。部活動中にブービートラップに引っかかっただけ。ブービートラップってなんだろう。部活？そう、ただいま絶賛部員募集中。これがチラシ。探検部、へえ。来たれ探検部、君も悠久の歴史とロマン香る超古代遺跡を探検してみないか。この学校は錬心術師の錬成じゃ飽き足らず、こんな怪しげな部活まで作ってるのか。まあかなり怪しげだよね。なんか超古代遺跡とかね、なんか出てきた気がするし。残念ながら学園には一切活動を認められてない。現段階では私が部長で唯一の部員。これさ、八戸さん怪しいんじゃね。なんかさ、超古代遺跡がって言ってたの、なんか最初に龍一郎が戦ったやつだよね多分。あいつらが
超古代遺跡を調べようとしてるから内通者ってやっぱこの子なんじゃね。同好会ですらないじゃないか。だいたい超古代遺跡って何なの。世界中が点在する超古代文明が残した遺跡、わかんない、ちょっとごめん、と言われている。一番近くにあるのがこの森の奥にある巨大な岩蔵。学園がここにあるのもその岩蔵を守るためらしい。この森も本来は鎮守の森で一般生徒は立ち入り禁止。しかも最近一部の生徒がここを出入りしていると噂のせいで、学園長によりあちこちにブービートラップが仕掛けられた。あの学園長、元人議員の凄腕錬心術師としての噂だが、教え子を信頼してないのは教育者としていかがなものか。実際に出入りしているし、思いっきし引っかかってるじゃないか。そうだね、ぶら下がってたもんね。むまあいいけど、なんでそこまでして遺跡なんかに入りたいんだ。入りたい理由なんかあるんでしょ。まあそれはあるだろうね。超古代遺跡はその魅力的だから。なんかつっかえてるぞ。魅力って、それはな、謎、神秘と不思議、呆れてるよ。あとロマン、あと時々ワクワク、やばい。お分かりいただけたらろうか。全然何も分からなかったよ。なんか取ってつけたくさいけどまあなんとなく、うん、なぜかみんなそういう探検部を立ち上げて1ヶ月、一人も勧誘されてくれない。口下手すぎる。遺跡の実物を見ればあなたにもきっと魅力が伝わるはず。善は急げ、案内しよう。はい、いや僕はいいよ。そりゃそうだよな、ちょっと怖いよな。おいちょっと待って、俺の話聞いてる。さっきみたいなトラップがあちこちにあるんだろ、危ないからやめといた方がいいって。おーい、あーもうしょうがない。ウィン、やばい、なんか古代の守護者っていうやばそうなやついるよ。あ、遺跡来た。超古代遺跡入り口。これがカムバ、か、間違えた、噛んだ。これがカムムナビ学園に隠された超古代遺跡。なんだか物々しい雰囲気だね。いかんながらあの結界のせいで中に入れない。そうなんだ、それじゃあしょうがない、もういいだろ、さっさと戻ろう。なんかここ長いしちゃいけない雰囲気がビンビンするし。そうだよね、なんかさっきのバナーに出てきたやつかなり怪しかったもんね。待って、あなたがいれば大丈夫なはず。へ？龍之介の才能に気づいてんのかな。えい、ちょ、何やってんの。やばい文字見えたよ。やばいよ、やばいよ、マジ。見たことねえ文字見えたよ。おい、なんかやばいぞ。勝つ気、下がれ。うわ、出た。やばい、読めない。全くもって読めない。なんかこれ、あれだよね。入社試験とかで見るよね。